再びブルーボトルコーヒー。今日は並んでない、並んでないね今日。はい、一緒です。はい、どうぞこちら。はい、今日並んでないですね。並んでないです。すごいね、あれ。この倉庫感が良くないですか？いいですね。一日中入れ続けるんだね、これね。裏、こっからの先が倉庫。完全に日本人日本語しか喋れない可能性もある。仕事姿が見れるっていうのもある。ああ、ねえ、店内、店内。あ、そうなんだ。これ、はい、甘いんですか？結構ね、こういう濃い方が好きなんですけど、はい、苦味が強い方が好きでした。こちらの方ジャイアントステップ、はい、これどういう味になります？こちらは香りがタイムでフルーティーなので、お値段は変わりまして、うん、かなり希少価値が高いので1杯1200円販売しておりまして、うん、こちらは通常の550円で、うん、これはいくらですか？じゃあこれにしようかな。こちらに、うん、パナマロスコネスゲイシュナチュラル、はい、スピーカーかな。上はオフィス。そちらがパナマの名刺主義です。こちらを一覧してある。ああいうケースがいいのかな。全部揃えるの。上はオフィスだね。これは出荷とかするんですか？あー、青山でしたっけ？こっから送る。へぇー。土日は混むんですか？土日はそうですね、やっぱり。へぇー。うんうんうん、あー、ありましたね、なんか並ぶとこ。へえ、うん、これってその結構季節によって全然変わってくるんですか？あ、初日によって変わりますね。今日と明日だとまたご用意してるお金が違ったりして。これ自体も変わるってことある？はい、変わりとかもあります。なくなってしまう場面もありますし、やっぱり調達できる量もありますね。なるほど。福島さん、はい、はい、もうずっとこう入れられてるんですね。
一日中そうですね、交代交代で。あ、そうなんですね。バリスタは結構いい感じ。これはね、すごい丁寧に花は芸者すごい香りあ、そうなんです。一番これ入れてる時が自分でも香りが一番へえ。すごいですね。ああ、こうやってね、引いて、へえ。それは洗うやつなんですか。そうです、こちらジャーってやって、へえ。なるほどね、面白い。お待たせしました。はい、結構こちらのパナマですけど、冷めてきてもすごいレモングラスのような酸味と甘みが出てくる。また別の感じの。そうですね、最初の一口目とだんだん飲んでっていくから、温度が下がってきたらすごくそういった味の変わりが感じられるので、違うんですか。温度の変化によって味も変わってきますので、楽しみです。ありがとうございます。じゃあ楽しんでいきます。せっかくいいやつでも濡れぐらいで全然違います。ああ、もっとゆっくり本当はやんないといけないんだ。ドリップするの違います。香りがシャッフルしないでくださいよしてないですよ。入れてこっち出すあーあー、なるほど、分かった分かった。こっちはですよね。うん、なんかあー、まあ香りはちょっと違うけどな。紅茶みたいなの。これアックン。これアックンのやつですか。紅茶、うん、ほんと深い。大丈夫。ああ、うん、ほんと俺全然分かんないよ。違います、全然違いますね。若干紅茶に近い感じ。そうそう、紅茶みたいな。あ、すごい、なんか薄いというか。あ、まあ確かに浅い感じなんで、ちょっと酸味ある。あ、酸味あるね。なんかこれもっと冷めるとレモングラスみたいになるって言ってたけど。レモングラス、うん、あ、でもそれぐらいになると思うし、なんか本当フルーティーな紅茶な感じの。これ何？同じ江戸さんと？カフェラテ、アイスカフェ。もう俺違い全然わかんない。カフェモカですか？チョコレート入ってます。すごい甘い。チョコレート入ってる。いや、チョコじゃないですか。チョコです。あ、でもうまいけどね。本当はこれが一番美味しい。そう、本当はこれが美味しいけど、全然違いわかんないもん。本当は。全然違いわかんない。うん、これなんか。うん、レモングラスみたいなね。あ、でも結構美味しいじゃないですか。ちょっと少し、いいよ、飲んで。苦味だったり、えぐみっていうのがあるかなって。俺、濃いの好きなんだよね、どっちかっていうと。はいはい。トイレは一つ。あ、うちの香港の壁もこんなになってたな。ふんふんふん。行きましょう、行きましょう、行きましょう。この方がすごいいい匂いする。全然違う。すごいね、かっこいいね。こんにちは、失礼します。あー、こっちのコーヒーの匂いがいいね。すごい。こんにちは。すみません、失礼します。今日はスポットのコーヒーが全部100種類で、ええ、で、種類選んでいただいて、うんうんうん、そのままでコーヒーを出しする感じです。すげえ。結構私、濃いめが好きなんですけど、はい、濃いめ、なんか苦めとかってなっちゃうとうちあんまやってないんですけど、うん、赤ワイン風、うん、じゃあ赤ワイン風、赤ワイン風いってみます。はい、酸味が少ないやつってあります。うちがちょっと酸味がちょっと目立ちやすいものが多いんですけど、まあ、比較的少ないのが一番のアメリカとか、あとはかっこいいな酸味自体なんですけど、そっていうかねえ、あれがかっこいいですね、全部インテリアがね。